野茂世代湿原、皆さんこの場所に見覚えはありますでしょうか。ここはダイパ版のいわゆるサファリゾーンなのですが、ここの入り口2階にはその日どんなポケモンが出現するか見られる望遠鏡があるんです。そこで生まれるこんな疑問、野茂世代湿原の望遠鏡に色違いポケモンは映るのか。この謎、ネット上どこを探しても答えは載っておらず、真相は誰もわからない状態です。過去行った検証では、ブラックホワイトの荒良木博士が出すチラーミー、このチラーミーは通常の戦闘グラフィックを流用しており、約4000回を繰り返して色違いを出すことに成功しました。この理論でいけば今回の望遠鏡もいける気がします。検証方法は簡単、望遠鏡を除き野茂世代湿原にいる11種類のポケモンが1回でも色違いになれば成功。また失敗についてですが、この時代の色違いが出る確率は8192分の1、少なくとも色違いが出る確率が 99% を超える4万回をやっても色違いが出なければ今回の検証では失敗とします。果たして世界初の望遠鏡色違いの映像は撮影できるのか、そして色違いが映った時その草むらに本当に色違いはいるのか、検証したいと思います。はい、早速やっていくんですけど、先にこの望遠鏡の仕様を説明しておきます。まず1回使うのに100円かかります。で、次に1回で5匹ポケモンを確認できます。で、1匹1匹カウントするのも大変なので、いい方法を考えました。このようにお金を10万円にしてきたので、この10万円で5000匹ポケモンが見れます。なので、いちいちカウントせずともお金が尽きた時にちょうど5000匹になるということですね。あとは色違いが来ないか画面を確認しながら A 連打をするという作業になります。じゃあ、まあとりあえず5000匹見てきます。はい、というわけでお金が残り168円になりました。これでちょうど5000匹目ですね。じゃあ見てみます。1、2、3、4、5。まあ色違い現れず、まあ、5000匹だと出ない確率の方が高いんで、まあこれは仕方なしですね。で、この後はレポートを書かずに一度リセットします。で、お金をまた10万円に戻した状態にしてやっていきます。じゃあ、それではまた5000匹頑張っていきます。はい、というわけでまたお金が尽きてしまいました。なので、これで1万匹目ですね。まあね、1万回やっても色違いが出ないことってまあありえるんで、続けてやっていきましょう。で、ここの望遠鏡って3つあるんですよ。で、関係ないと思うんですけど、次からはこっちの左の望遠鏡でやっていきたいと思います。皆さん、これ色違い出ると思いますか？まあ僕はひたすらやり続けるだけなんで、頑張っていきます。はい、2万匹が終了しました。色違いは未だ出てません。じゃあ次は右でやりますか。右でまたやっていきます。というわけで今回の検証結果です。野茂世代湿原の望遠鏡で見えるポケモンには色違いはいません。